ホラー映画を見に行かないか、と誘われた。彼女はやさか、自称見える人だ。以前趣味である心霊スポット巡りをしている最中に偶然出会ったのだが、その後同じ大学の学生であることを知り、たびたび会ったりしている。その日は学食に呼ばれ、一緒に昼食を食べていた。何でも近日、映画研究部と演劇部が共同で上映会を開くらしい。演劇部には彼女の友人が所属しており、見に行きたいのだそうだ。ユミは、見に来るな、って言ってたんですけど。言いながら、彼女はおずおずと上映会のパンフレットを差し出した。血濡れの雪だるまのイラストとともに、上映項目が書かれている。15分から30分ほどのショートフィルムが3本。上部には、クリスマス前にもっと涼しくなりませんか?とあって、どうやら3本ともホラーものらしい。上演項目は上から、〇〇オブザデッド、この〇〇には大学名が入る。見るな。つなぐ電車。いいのはどれに出るんだ?演劇部の友人はいいの弓という名前で、自分も面識がある。それが、何も教えてくれなかったので。恥ずかしいから、というわけではないだろう。いや、それもあるかもしれないが。おそらくは、見える人であるにもかかわらず、極度の怖がりである八坂を心配したのだ。実際、以前映画の話をした時もホラーは心底苦手だと言っていた。大丈夫か?え?三つとも、ホラーものらしいけど。彼女がうつむく。多分、大丈夫じゃない?と思います。大丈夫じゃないらしい。なので、声が徐々に小さくなっていく。その、というわけで、見に行くことにした。数日後、上演開始は午後6時。場所は大スクリーンがある大学 D 棟2階の視聴覚室。その日1日の講義が終わった後、待ち合わせ場所の学食前に行くと、入り口脇のベンチに、なぜかメガネとマスクをつけた八坂が座っていた。風か?声をかけると、彼女はこちらをちらりと見やり、うつむいてしまった。やはり体調が悪いのだろうか。重たそうにメガネとマスクを外す。やっぱり、わかりますよね。うん?変装してた、つもりなんです。ほう。別に風邪をひいているわけでもなく、メガネも伊達らしい。加えて、服も新しいものなのだそうだ。弓にはバレないように、こっそり見に行きたくて。別に、隠れる必要はないんじゃないか?見に来るなと、言われてしまったので。そうか。あと、悲鳴を上げてしまうかもしれないので。いえその、悲鳴だけなら、まだいいんですけど。そういったもろもろの理由からバレたくないらしい。そこまでして見に行きたいのか、とは聞くまい。そこまでして見に行きたいのだ。帽子をかぶった方がいいかもしれないな。今のままでは、顔は隠せてもシルエットでわかる。特に頭の形や髪型は人を判別する上で重要なポイントだ。そもそも自分ですらわかったのだから、古い友人のいいのなら遠目でも気づくだろう。帽子、ですか?持ってないか。そういえば、帽子なら自分が持っていた。最近寒くなってきたので防寒用に持ち歩いていたのだ。ただ、帽子は帽子でも目出し帽である。取り出して、彼女に見せる。こういうのなら、あるけど?三つの穴が開いた青い目出し帽。強盗犯がよくかぶっているやつだ。八坂が帽子をじっと見ている。出しておいてなんだが、さすがに女性にこれはないか。これ、タバさんと、初めて会った時の帽子ですよね。ん?八坂トンネルで。ああ、しまった。忘れていたが、確かにそうだ。彼女と初めて出会った時、これを被っていたせいでえらく怖がらせてしまったのだ。自身のことながら相変わらず気が利かない。そんなことを思いながら帽子をしまおうとすると、彼女が手で制した。目出し帽子を両手に、ゆっくりと頭を入れる。
どう、ですか？強盗犯が一人、出来上がった。しかもサイズが合ってなく、目だけしか出ていない。これでは逆にいらない注目を集めてしまうだろう。その前に上映室からつまみ出されても不思議ではない。これは、怖いな。はい。というわけで、帽子の下半分を折り上げ普通のニット帽のようにした。加えてメガネとマスクをつけると、さすがに誰かわからない。いいんじゃないかな？近づいてみられない限り、多分バレないだろう。あの、ん？帽子、お借りします。うん？隣で、うるさいかもしれませんけど。うん？もし気を失ったら、お願いします。うん？そんなこんなで、変装した八坂と D 棟へ向かう。上映15分くらい前に会場である視聴覚室に入ると、すでに室内には多くの人の姿があった。大半は学生だが、明らかにそうでない風貌の者もいる。一番後ろの端の方の席が2つ空いていたので、並んで座る。八坂によると、演劇部と映画研究部は毎年2、3回ほどこうした上映を行っており、対外的にもなかなか好評なのだそうだ。そのうち上映時間となり、両部長の挨拶を、室内の明かりが落とされた。隣の八坂を見ると、息苦しいのか暗がりの中マスクだけを外していた。悲鳴を上げるつもりならつけていた方が、とも思ったが黙っておく。昭和映画のような、古めかしいカウントダウンの後、一本目が始まった。〇〇オブザデッド。題名の通り、有名な某ゾンビ映画のオマージュ的な作品で、街中にゾンビが溢れ、逃げてきた学生数人が大学に立てこもる、という内容だ。短い尺の中でバリケードを作ったり、無人の売店から物資を調達したり、登場人物同士の衝突があったりと割と真面目なゾンビ映画だ。また、ゾンビの中に知人を見つけたり、教授が出演していたりと内輪ネタも楽しめた。ただ、いいのが出ていたのかどうかはわからなかった。ゾンビ役の中にいたのかもしれないが。八坂に尋ねようと横を見ると、彼女は両手で帽子をつかみ、耳と目を隠すようにしていた。一応薄めで見てはいるようだが、ニット帽が強盗帽に戻りかけている。映画のうちは、一人生き残った主人公らしき女学生が視聴覚室に逃げ込むと、そこにはスクリーンで映画を見るゾンビたちの姿があり、上映されているのは、〇〇オブザデッド、というかなりメタ的なものだった。最後のうちは賛否両論あるだろうが、面白かった。ゾンビのメイクについては言うまい。拍手の中、隣の八坂が胸に手を当て深く息を吐いている。なんとか乗り切ったようだが、この調子で最後まで持つのだろうか。休憩も挟まず、すぐに次の作品が始まる。見るな。題名の後、スクリーンに一人の女学生が映し出された。あ、八坂が小さく声を上げる。映っているのはいいのだった。彼女が2作目の主役か。どうやら自宅のアパートに戻ってきた場面らしい。バッグから鍵を取り出しながら、部屋の前でいいのが立ち止まる。ドアの前には1枚の張り紙が貼られていた。何の変哲もないプリント用紙に手書き文字で一言。見るな。何これ。一瞬不審げな顔を浮かべた後、張り紙を破り取る。四つ折りにして上着のポケットに突っ込み、鍵を差し込みドアを開く。カメラがその脇をすり抜けるように、彼女を映しながら先に室内に。ついでいいのが入ってくる。彼女が玄関の鍵をかけ直し靴を脱ごうとした時、カツン、と音がした。どうやらポストに何か投函されたらしい。振り返って手に取る。無地の封筒。中身を取り出す。白い紙だ。肩越しに、紙に書かれた文字がアップで写される。見るな。何なの？悪態をつきながら、
彼女が玄関を見合った。覗き穴から外を覗くが、誰も、何もいなかったらしい。ドアから顔を離し、チェーンをかけて部屋に上がる。ここで気づいたのだが、この映像はワンカットムービーのようだ。カットを挟まず、彼女が動くとカメラもついていく。居間に入り、髪をかき上げバッグを無造作に放り投げる。そのまま彼女は固まった。部屋のテーブルに一枚の紙が置かれている。見るな。口元に手をやり、部屋を見回す。そうして、焦った様子で先ほど投げたバッグをひっつかみ、中から携帯を取り出した。警察に通報するつもりなのだろう。砂嵐の音。突然の大音量に彼女の体がびくりと震える。カメラがパンし、部屋のテレビを映す。画面には様々なフォントの、見るな、の文字が次々と現れて消えていく。携帯を操作するのも忘れ、テレビから離れるように、一歩二歩、彼女が後ろに下がった。キビスを返し、部屋を出て玄関へ。アパートから出るつもりか。カメラがそれを追うと同時に、短い悲鳴が上がった。玄関の前で、彼女が立ち尽くしている。肩越しにドアが映る。そこには何枚もの、見るな、の張り紙。前のシーンでは、そんなものはなかったはずだ。彼女が混乱した様子でチェーンと鍵を外し、外へ出ようとする。ドアが開かない。ドアノブは回るが、扉が動かない。なんで?ドアから離れ、再び携帯を手にどこかへ電話をかける。携帯を耳に、目を閉じ片手を胸に当て、数秒。あ、警察ですか?私。一呼吸の沈黙の後、と声を上げ、彼女が携帯を放り投げた。携帯が廊下の隅に転がる。画面は通話中。彼女は何を聞いたのか。目を閉じ耳を塞ぎうずくまっている。今からは相変わらず大音量の砂嵐。うずくまった彼女が何事かつぶやく。落ち着いて落ち着いて、大丈夫、いたずらだから、いたずら。だから落ち着いて。玄関からは鉢合うからだね。窓から、外に。深く息をして乱れた呼吸を整える。目を開け、耳から手を離し胸に当て。大丈夫。と一言、立ち上がった。彼女が目を見開く。その目には、混乱と驚愕と恐怖。怯えたように、再び目を閉じる。見えない。震えた声でつぶやく。目を閉じたまま壁に手をつき、よろけた足取りで今へと向かう。カメラはそれを正面から捉えている。彼女が部屋に入ると同時に、室内の様子が映し出される。壁にもカーペットにも家具にも天井にも。砂嵐の音の中、今は、見るな、の文字で埋め尽くされていた。その中を、手探りでほとんど泣きそうになりながら彼女が歩く。砂嵐の音が、止んだ。いきなりの静寂に、彼女が立ち止まった。何かに耐えるように、口を真一文字に結んでいる。そうしてゆっくりと目を開け、テレビの方を見合った。画面に映っていたのは、彼女自身。天井の端から見下ろす映像。見るな、という文字に埋め尽くされた室内で、彼女が一人、ほうけたようにテレビの画面を見つめている。そのうちテレビの画面が切り替わり、今度は彼女を背後から映した映像。彼女が振り返ると、テレビの中の彼女も振り返る。リアルタイムの映像。隠しカメラでもあるのか。テレビ画面は次々と切り替わり、廊下から今に向かっての映像。ベランダからガラス越しに、カーテンの隙間を塗って室内を映したもの。至近距離から撮ったような、彼女の上半身のアップ。どれもリアルタイムの映像のようだが、カメラらしきものは見えない。映像が棚に飾ってある猫の人形からのアングルに変わった時、彼女が叫び、人形を掴んで咲き始めた。床に押し付け目玉をちぎり、開いた穴に指を突っ込んで中の綿を引き出す。室内のテレビ画面は、
彼女が人形に手を伸ばした瞬間次の映像に切り替わり、今は人形を解体する彼女を淡々と映している。結局、どれだけ咲いてもカメラなどは見つからなかったようだ。ズタボロになった人形を前に、彼女が肩で息をしている。そのうち、ハッとしたように顔を上げると、テレビ画面を呆然としたように見やり、ついであちこちに視線を向け、叫んだ。見るな。もつれながら立ち上がり、居間を飛び出し廊下から風呂前の脱衣所へ。カメラが後ろをついていく。彼女が洗面台に突っ伏し、えずく。しばらくそうした後、涙と口元を拭い、顔を上げ目の前の鏡を見合った。鏡に映った彼女の視線が、自身の背後、カメラの方に向いている。斜め下からの撮影のためカメラマンは鏡に映っていないが、スクリーンの前の観客は彼女と目が合う。そんな構図だ。彼女が振り返ってカメラを捕まえる。レンズに彼女の爪が当たった瞬間、画面が暗転した。これで、終わりのようだ。いささか唐突な終わり方で事件の背景も何もわからなかったが、映像の迫力はあった。特に部屋全体に、見るな、の文字が現れたシーンは、どうやって撮影したのだろう。隣の席を見やると、八坂がポカンと口を開けたまま暗転したスクリーンを見つめていた。もしかして失神しているのかとも思ったが、そうではないようだ。こちらの視線に気づいた彼女と目が合う。感想は？小声で聞くと、八坂は伊達メガネの奥で目を瞬かせながら、怖かったです。と言った。映っている人が、弓なんですけど、弓じゃないみたいで。演技だからな。彼女には、映っていた女性が自分の友人に見えなかったようだ。自分としては、普段の飯野とそう変わらないように見えたのだが、内容については、言葉を濁していた。そんなこんなを小声で話しているうちに、最後の映画が始まる。つなぐ電車、は一つの駅を舞台にした、一組の男女の物語だった。前編を通してセリフはなく、音楽とホームの映像とで構成されていた。中学生くらいの男の子と女の子が、朝のホームで仲良く喋りながら電車を待つシーンから始まり、お互いつかず離れずの高校時代、卒業と別れ、おそらく年単位の時の流れと、一日の移り変わりをリンクさせているのだろう。再会、恋人同士となり、青空の下電車でどこかへ遊びに行く二人。やがて結婚し、子供が生まれ家族で旅行へ。そうして夕方、孫らしき子供を見送る。その頭には白髪も増えている。そうして夜中、杖をついた老人が一人駅のホームに座っている。白い髭を蓄えた男。記憶違いでなければ、最初の朝のシーンにも同じ老人が座っていたはずだ。老人は一枚の写真を手にしている。一組の夫婦の写真。そこへ電車がやってくる。最終便だろうか、停車しドアが開くと、ほとんどからの一両編成に少女が一人乗っていた。少女が老人に微笑みかけ、手を伸ばす。しばらくの間、ベルの音と同時に老人は立ち上がり、少女の手を取る。電車が走り去り、ホームには誰もいなくなる。その後、駅員らしき人物が出てきて、誰もいないホームを眺めて首をかしげた。終わり、の文字。スクリーンが暗くなり、視聴覚室が明るくなる。すべての上映が終わったようだ。隣を見やると、八坂が頭の帽子をひっつかみボロボロ泣いていた。感動というよりは不穏な終わり方だと思ったのだが、感想は人それぞれだ。上映終了後、スクリーンの前に映画研究部と演劇部の用部員たちが並び、一言二言感想と謝辞を述べた。中には映画の中で見た顔も、もちろん飯野弓の姿もあった。二本目の、見るな、に出ました、飯野です。自身の挨拶の番になり、彼女が話し出す。
実は、あの作品って元ネタになった事件があって、今回の撮影現場が、その元ネタの事件の現場なんです。その言葉に、会場が少しざわついた。で、撮影中私も少しおかしくなっちゃいまして。普段ならしないような演技とか、本当に吐いちゃったり、ガチで悲鳴を上げちゃったり。そこで彼女がちらりとこちらを見合った。いや、一瞬だけだが、確かに睨まれた。しかもそれが私だけじゃなくて、他の、撮影してくれた彼も、編集頑張ってくれた〇〇くんも、体調を崩してしまって、もしかしてこれは呪いのビデオを作成してしまったんではないかと思いまして、なのでこれはやばいぞーと、部長に頼んで、題名を変えてもらったんです。見るな、って、なのに、皆さん、見てしまいましたね。一つ間を置いて、彼女がにやりと笑う。ほんと、ありがとうございました。弾けるような笑顔で、彼女が笑った。その笑顔をきっかけにほっとしたような拍手と笑いが起こる。隣を見やると、ようやく涙が収まったらしい朝霞が、赤い目のまま懸命に拍手している。いいのは、演技派だな。私も初めて見たんですけど、なんだか、女優みたい。来てるのは、バレてたみたいだな。え？多分、さっき、睨まれた。え？八坂がスクリーン前のいいのを見やる。睨まれたのは先ほどの一瞬だけで、今は何食わぬ顔をしてニコニコ笑っている。やはり、演技派だ。怒ってますかね？どうだろうな。映画のことはずっと、見に来るなって言われてたので。それを今日、初めて見に来たわけだ。しかしながら、八坂に後悔している様子はない。スクリーン前では全員の挨拶が終わり、最後の拍手が起こった。観客が席を立つ。その後は八坂と話をして、D棟入り口前でイーノを待つことにした。八坂が携帯にメッセージを入れたら、5分待ってて、と返事が来た。外はすでに夜になっており、星のない空にぽっかりとした月が浮かんでいる。何が一番面白かった？いいのを待つ間、隣の八坂に尋ねる。面白かったのは、最後の、つなぐ電車です。反応から、そうだろうな、とは思っていたが、いいのが出てたやつじゃないんだな。あれは、弓の演技はすごかったんですけど、内容がわかりにくくて、面白くは。あ、いえ、あの、タバさん、これ。わかってる。いいのには言わない。はい。現在八坂はマスクもメガネもつけていないが、帽子はまだ彼女の頭の上だ。映画鑑賞中に散々掴まれ引っ張られたためか。若干強盗が顔を覗かせている。あ、これ。視線に気づいてか、彼女が帽子に手をやる。ありがとうございます。洗って返しますから。別に洗わなくてもいいよ。いえ。あの、涙とか、拭いちゃいましたから。帽子を脱ごうとして、彼女が固まった。あの、この帽子。彼女が言う。この帽子、家に帰るまで、かぶっていてもいいですか？普通に、いいよ、と答えかけて、寸前でやめた。八坂が顔を伏せている。あげるよ。代わりに、そう言った。え？君が、気に入ったのなら、クリスマス。あの子に送った、目出し帽。そんな一句が頭をよぎり、そういえばそろそろクリスマスなのかと思う。八坂が、言いかけた言葉を飲み込んだ。大事にします。代わりに、そう言った。常識的に考えて、女の子への贈り物に使い古しの目出し帽はどうか。しかし、大事にしてくれるのなら、こちらが言うことは何もない。心なしか目出し帽の目元もほころんでいるように見える。D棟入り口から、呆れたような顔のイーノが出てきた。こんばんは、お二人さん方。イーノが言った。そうしてこちらにニコリと笑顔を向け、ついで八坂をじっと睨んだ。見に来るなって言ったでしょ。しかもよりによってこんな回で。ごめん。でも、よかったよ。よかったって。すごく、面白かった。八坂の言葉に、いいのが、ふう、と息を吐く。そうしてつぶやくように、あんたを失神させるほどじゃなかったか。
それは反省だろうか、安堵だろうか。八坂のこと、最初から気づいてたのか？気になったので聞いてみた。いえ。でも、タバさんが女と入ってきたのは見えたので、そうだろうなと。それは信頼だろうか。釘を刺されているのだろうか。しかし、八坂が心配していたほど怒っている様子はない。いいのが八坂の被っている帽子に目をやった。けどこれ。顔を隠すにしても、こんなのどこで買ってきたの？あ、これは、タバさんが。八坂がちらりとこちらを見やり。タバさんが、くれたんよ。数秒の間。いいのが目出し棒に手を伸ばし、折り上げていた部分をつまんでずり下げた。再び強盗が一人出来上がる。しかも今度は目の穴の位置も合っていない。いいのがこちらをじろりと睨んだ。言いたいことはわかる。しかし、仕方のない流れがあったのだから、仕方がない。そこは彼女も察してくれたらしい。目を閉じ半笑いで首を横に振った。よかったじゃん。言いながら、いいのが帽子を折り上げ、元のニット帽に戻す。強盗帽の下から出てきた八坂は、困りながらも嬉しがっているような、そんな笑みを浮かべていた。その後、いいのは打ち上げがあるということで D 棟に戻り、八坂と二人で自分が住むアパート近くのバス停まで一緒に歩くことにした。道中、話題はやはり今日見た映画の感想だ。一番面白かったのは最後の一本だが、八坂が口にするのはもっぱら友人の出ていた作品だった。展開が、面白かったです。部屋中に、見るな、って書かれてたのは、どうやったんだろうな。スタッフが隠れてたんでしょうか。短時間だったから、どうだろう。うまくカットで繋いだのかな。切れ目はないように見えましたけど。うん、そんなこんなを話しながら、二人、夜道を歩く。私も小さい頃、よく、見るな、って言われました。そのうち、隣の八坂がふとこぼした。背後霊でも見えてたのか？あ、いえ、そういうのではないんですけど。私が、怖がって泣いてた時に、よく母に言われました。彼女が小さく笑う。怖いと思うから怖いんだ。見ようと思うから見えるんだ。って。だから、怖がるな、相手にするな、見るなって。単に、見るなと言われてもな。なので、じゃあ目を悪くしようと思って、暗い部屋で本を読んだりしてたんですけど、全然悪くならなくて。今、視力は？両方、2.0 です。ほう。それはよく見えるのだろう。年を取れば見えなくなると聞いたことがある。そうだったら、いいんですけど。年が関係あるなら、老眼と同じ理屈かな。だとしたら、まだ少し先ですね。残念そうに、彼女が言った。八坂は、見たくないのか？聞いてみた。タバさんは、見たいん、ですよね。まあ、私は、そこで、なぜか口ごもる。私は、あんまり、見たくないです。そうか。克服できたら、一番いいんですけど。それも、今日の映画も見に行こうと思った理由か。そうですね。それも、あります。それから映画から少し離れて、互いの話をした。彼女は一見後ろ向きな性格に見えるが、実は意外と頑張り屋で、危なっかしくではあるが前に進もうとしている。少なくとも、自分と出会ってからの彼女は、そうだ。いつの間にか、自分の住むアパート近くのバス停までやってきていた。八坂はここからバスで帰るとのこと。八坂。はい。二人でバスを待ちながら、聞いてみる。24日は空いてるか。24日、ですか。うん。開けます。いいのか？いいです。なら、どこか遊びにでも行こうか。はい。行きましょう。後のことはまた後日決めることにして。その後、彼女は青い帽子をかぶったまま、ちょうどやってきたバスに乗って去っていった。バスが完全に見えなくなり、地面に向けて息を吐く。映画を見ただけなのに、えらく疲れた。まあ面白かったことは確かだが。おい。後ろから、声をかけられた。
振り返ると、アパート隣人の吉だった。片手にビニール袋を下げており、どうやら買い物帰りらしい。おいおい、言いながら、こちらにずかずかと近寄ってくる。おいおいおい。そうして、奴は目の前までやってくると、空いている方の手をこちらの肩に乗せた。奴の顔に満面の笑みが浮かぶ。見たぞ。見るな、